ニーズの深取り方や深め方を知りたいです。すごい大きく聞くとなかなか答えられないですよね、うん、しかも悩みってなかなか言いにくいですし、うん、だからジム用システムのテレアポをしてるんですが、ニーズの深取り方や深め方を知りたいです。ニーズの取り方というか、まあこれはビジュアル的にどうやったらニーズは取れそうですか？ニーズは、うん、相手が断ってくるところはちょっと外して、奇想天外なことを初めに言おうと思ってます。ちょっと一回こう相手の頭の中を混乱、ああよくあるやつですね。ああ確かにね、よくあるやつですね。ありがとうございます。まあそれも一つの手です。まあこれ、まあよく言われてるのが、まあ質問、ニーズを聞いていくっていうところで、まあ質問もなんかいきなり質問しても、まあ絶対答えてくれないんで、あ、この人には聞いた方がいいわっていう、なんかフックって言うんですけど、なんかパンチのあるね一言っていうのは絶対伝えた方がよくて、まずこの質問っていうのは、例えば普通に、もしもし株式会社ママのマルマと申しますけども、弊社でこんななんやかんやでって言ってても、まあ営業電話にしか捉えられないので、まず何が大事かって言ったら、まあ質問の前に、フック、なんやろみたいな気になる一言、を言った方がよくて、まあよくあるのが牽引性ですね。でまあ例えばよくあるのはですよ、なんか弊社〇〇の業界で1位のシステムを使わせていただいておりますとか、なんか1位とかね、業界トップのとか、すごそうだなっていうワードを一発入れることによって聞く体制になってくれます。まあ当たり前のように聞くとかやっぱり大事で、なんかたどたどしく、いや本当になんかもう何ですか、日本人特有といいますか、こう、まあ、下手に出るじゃないですけどっていう営業してると、やっぱそういった結構営業って多いので、まあ例えば1位の高校、高校やってるんですけども、こういった業界向けに〇〇のサービスやらさせていただいてますと、まあまあニーズの掘り方って言っても、まあ、いきなり質問に打っててもおかしいので、まあ担当者に代わってくださいですね。まず担当者に代わってもらわないともう何も始まらないので、もう当たり前のようにもう担当者に代わってくれですよね。でこの人は、あ、なんか当たり前のように言ってきてるんで私では対応できないなと、っていう、なんか私のキャパオーバーですよと言った形で伝えれるとすごいよく変わってくれます。で内容よりも当たり前感ですね、当たり前のように言うことが非常に大事になってきますので、まずそこで変わってくれて、まあ担当者に変わってくれたらもう一回名乗って趣旨を伝えて、で今たくさんの方がこういうお悩みで多いんですけど、御社ではこうこうこういうのお悩みとかちょっとぐらいないですかっていうね、このなんか答えやすい環境を作っていくっていうのが非常に大事で、なんかこうすごい大きく聞くとなかなか答えられないですよね、しかも悩みってなかなか言いにくいですし、だからその悩みもある程度答えやすく、答えやすい環境を作りたいので、みんな悩んでると、やっぱこういう業界はこういうお悩みが多いんですけども、御社で言うと、例えばこういうところとかこういうところとか、まあ、完璧ではないなっていうところとかありますかみたいな、うちは全部完璧ですっていうところなんで、まあ珍しいので、ここもうちょっとここ上げたいなとか、別にできてるけど、まあ、まだ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 ここ足りないとかっていうのとかないですかねっていう、まあまあ限定しつつ答えやすいようにこう伝えること、これができれば割と答えてくれます。僕もよく使いますね。っていうと、まずまあニーズ、言いやすくなってくれます。別に 100% 答えてくれるってわけじゃなくて、言いやすくなってくれますと。で、言いやすくなってくれたら、あとは深掘り。実際数字的に言うと、どんな感じですかって、まあまあ、なので、まあ、まとめるとですね、まあ、とりあえず、こう、答えやすいような環境を作る。ここが一番大事。で、そっからまあ掘っていくっていうところですね。はい。そこを結構重要にしてください。で、あとはもう当たり前感ですね。もう当たり前のようにみんなに聞いてますよという、ここ結構大事なんで、ぜひ使ってみてください。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。